エンジェルス対ヒューストン、この試合の模様をお送りいたします。エンジェルスの先発は右の大谷、ヒューストンの先発は右のランス、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の大谷マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターはホセ。第9球打ちました。初球打ち、レフト前ヒット、クリーンヒットです。ホセナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。マイケル一塁へ牽制球を送ります。第2球危ない球、投球は3球目外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファール。一塁牽制、タッチはセーフ。第5球投げた、打ちました、ファールボール。第6球を投げました、膝元、直球は外れてボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。大谷かなりランナーの動きを打った、打球はセカンドの左、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。バッターは3番アレックス。危ない球、エンジェルズここは引っ張りに警戒します。さあ、次の投球投げました、2球目空振り、少し迷ったか。投球はこれから3球目、スライダーボール。次が4球目、投げました、4球目ストライク。次が5球目、投げました、打ちました。第6球を投げました、危ない球。第7球を投げた、打ちました。ジャスティン余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。エンジェルス立ち上がりを無得点に抑えています。右のランスマウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、エンジェルス攻撃に入ります。トップバッターはフレッチャー、投げた、初球空振り。第2球投げた、アウトコースいっぱい、ストライク。第3球を投げた、低め、ボール。第4球を投げた、ボール。次が5球目、打ちました、ライト前進、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー大谷。翔平大谷。第9投げました、これはいい当たりだ、いったー、一直線場外への特大ホームラン、先制ホームラン。打った瞬間ホームランと分かる超特大アーチ、初球を完璧に捉えました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは3番マイク。第9ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ツーシーマーストライク、タイミング合いません。追い込んでから投げました、打った、ショートバウンド、一塁送球。ホセ軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番アンソニー。第9投げました、高め際どい、ボール。投球これから2球目、空振り。第3球を投げました、打ちました、引っ掛けた、これは内野フライ、取りました。これで3アウト。1回が終了しまして1対0、エンジェルス先制点を挙げています。
2回の表ヒューストン攻撃に入ります。先頭バッターはタッカー、外角低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。第2球打ちました、ファール。第3球を投げた、1つ外してボール。第4球を投げた、159キロ直球、空振り三振。バッターは DH のアルバース、投げた、初球を打ちました、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスはディアス。第9投げた、危ない球。さあ次の投球、投げた、ボール低め。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、打った、ファール。追い込んで投げました、打ちました、アットバットが折れた、ホセバックしていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。大谷三者凡退に抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏エンジェルス攻撃に入ります。この回のトップバッターはウォルトン、投げました、ボール。第2球投げました、ナックルカーブ見送ってストライク。第3球は打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒット、ウォルトン二塁を狙う、ウォルトンツーベース。バッターは6番ジャスティン、エンジェルズ追加点のチャンスを迎えています。投げた、決まった、ストライク。第3球は危ない球。第4球を投げた、打った、フラフラっと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9球初球を打った、キャッチャー落下点に入りました、ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、ストレートはストライク、いきなり155キロ。第2球投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、変化球、空振り三振、マックス引用にやられてしまいました。エンジェルズノーアウト2塁のチャンスでしたが得点を挙げられませんでした。2回が終了しまして1対0です。3回の表ヒューストン攻撃に入ります。この回の先頭バッターはグリエル。第2球、2球目空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、見送ってボール。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、第6球を投げました、打ちました、サード左横のフライになりました。アンソニー落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番マーティン。第9球打った、エンジェルズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げました、見送ってストライク。次が4球目、投げました、空振り三振、アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9球投げた、危ない球。第2球投げた、アウトコース低め、ボール。第3球を投げた、内角低め見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました。さあ投球は5球目、投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたがこれはヒットになります。マイルズいいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。キャッチャー2塁へ送球、盗塁を許します。ランナーを2塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。エンジェルズここは引っ張りに警戒します。打った、センターへのフライだ、掴んでこれで3アウトになります。先ほどのプレイです。
大谷ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって1対0です。エンジェルス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターはホセ、インロー見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、打ちました、ファール。さあ4球目打った、ファールボール。第5球投げました、変化球はボール、内角低め。第6球を投げました、打ちました、ファール。第7球を投げました、見逃し三振。打順は1番に帰ってフレッチャー、第1打席はライトフライに倒れています。決まってストライク、いきなり153キロ。第2球空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、打球は三遊間へ、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー大谷。第9投げた、ボール。第2球投げた、打ちました、これはいい当たり、打球はそのまま伸びていく、センターバック取って、これで3アウトチェンジ。エンジェルス三者凡退に打ち取られました。序盤終了しまして1対0です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターはマイケル、投げた、初球から打ってった、アンソニー掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番アレックス、第1打席はレフトフライに倒れています。さあ次の投球、投げた、インロー際どい球、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、ストライク、これはかすった形になりました。追い込んでから投げました、打った、ファールボール。第6球を投げました、ボール。エンジェルス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第7球を投げました、外れてフォアボール。左バッターボックスは4番タッカー、今日の第1打席はスイングアウト。第9ストライク、初球ストライクから第2球低めストライク、追い込んで投げた、打ちました、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースだ、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。まずは一塁牽制、タッチセーフ、投げた、打ちました、初球打ち、一二塁間のゴロ、一塁送球、判定はセーフ、記録はヒットになりました。エンジェルズ同点のピンチを迎えます。バッターは6番ディアス、エンジェルズ一打同点のピンチを迎えています。第9投げた、危ない球。第2球投げた、見送ってストライク。第3球、3球目空振り、追い込んでいます。投球これから4球目、高めボール球打った、これは内野へのフライだ、取りました、これで3アウト。さあリプレイです。大谷ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって1対0です。エンジェルス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番マイク、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。1球目ストライクから、第2球投げた、ナックルカーブ空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、インハイ、ボール。第4球を投げました、低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは4番アンソニー、第1打席は内野フライに倒れています。
初球ストライクから投げました。危ない球。投球はこれから3球目。外角低め、外れてボール。投げました。打ちました。引っ掛けた。三遊間の打球、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番ウォルトン。第1球、初球ツーシーム空振り、いきなり151キロ。第2球投げました。2球目ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた。1球外した。ボール。さあ4球目、見逃し三振。エンジェルズクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回までが終了しまして1対0です。5回の表、1点を追いかけます。ヒューストン攻撃に入ります。トップバッターはグリエル。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた。ボール。エンジェルズここは引っ張りに警戒します。第3球はスライダー。ボール。投げた。打ちました。いい当たり。打球は左中間に上がっている。ワンバウンドヒットになった。グリエル一気に二塁へ。グリエルツーベースヒット。エンジェルズ同点のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番マーティン。エンジェルズ一打同点のピンチを迎えています。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた。渾身のストレート空振り。タイミング合いません。投球これから4球目。ストレートはボール。第5球投げた。打った。これはいい当たりだ。入れば逆転だ。伸びた。伸びていった。取りました。ボールは中継。ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。投げました。初球スライダー空振り。1球目空振りから打ちました。打球は右中間に上がった。掴みました。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第1球インコース高め、外れてボール。第2球投げました。打ちました。第3球アウトコース高め、いっぱい。ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んでから投げました。ストレートはボール。外角へ。第5球投げました。ストライク。空振り三振。リプレイをご覧ください。大谷ノーアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。5回の表が終わって1対0です。5回の裏、エンジェルズ攻撃に入ります。この回のトップバッターはジャスティン。第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。1球外してボール。投球これから4球目。打ちました。グリエ取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番ラッセル。第1打席はファールフライに倒れています。変化球見送ってストライク。投球これから2球目。アウトコース低めいっぱい。ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。ボール。さあ4球目、ボール。第5球投げた。インコース低めいっぱい。見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。危ない球。第2球投げた。ストライク。第3球インハイ見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。打った。打球は右中間に上がっている。ヒット。
マックスナイスバッティングです。これで2打数の1安打。右バッターボックスにはホセ。第1球投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、打ちました、ショートバウンド取った。アレックスうまくさばいています。3アウトチェンジ。エンジェルズファーストランナー残塁。5回の裏が終わりまして1対0です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはマイケル。今日はセカンドへの併殺打とサードゴロ。第2球投げました、2球目空振り。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました、変化球はアウトローへ、ボール。第4球を投げました、打ちました、レフトへ飛んだ、ヒット。マイケルいいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは3番アレックス。今日はレフトフライとフォアボール。第9振っていきましたがかすっただけ。第2球投げました、打ったに当たりだ、ライト前クリーンヒット。アレックスナイスバッティングです。エンジェルズ同点のピンチを迎えます。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、タッカー今日は三振とピッチャーゴロ。投げました、外れた、ボール。第2球打った、痛烈な当たり、ライナーだ、センター前クリーンヒット。タッカーいいバッティングを見せました。エンジェルズなおもピンチが続きます。大谷降板、マウンド上ピッチャーはアーロン。ワンヒット逆転のピンチで登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、ボール。まずはインコース。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、これは犠牲フライになるか、掴みました。これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。第9球初球決まってストライク。第2球ボール。第3球は打った、ファールボール。第4球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、アンソニー交代、レフト前ヒット、レフトバックホーム、ディアスタイムリー。エンジェルズなおもピンチが続きます。ヒューストンやりました。これでチームに勢いが増すことでしょう。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。先ほどツーベースを放っているグリエ。エンジェルズここは外野フライ、初球打ち流した、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、内角見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました、インコース高め、空振り三振。グリエル全くタイミングが合いません。満塁のピンチで迎えるバッターはマーティン。今日は三振とセンター、打った、強い当たり、入れば勝ち越した。さらにレフトを見送った、ホームラン、満塁ホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ、初球を持っていかれました。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは9番マイルズ。今日3打席目。第1球投げました、ボール。第2球打った、流し打ち、1、2塁間ライナー破っていった。マイルズナイスバッティングです。打順をトップに返ってホセ、投げました、ボール。第2球ランナースタート、2塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁を許します。チェンジアップ見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、低め、チェンジアップ外れてボール。投げました、変化球、空振り三振。6回の表が終わって5対1、エンジェルズ4点をリードされています。
エンジェルズ。この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターはフレッチャー。今日はライトフライとサードゴロ。第2球、2球目ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。打ちました。これはセカンド正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打はデクスター。第9投げた。初球見送ってストライク。まずは見送りました。さあ次の投球、投げた。空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた。ラックルカーブ、見逃し三振。ここは3球で仕留められました。右バッターボックスは3番マイク。今日はセカンドゴロと三振。投げました。第2球投げました。決まった、ストライク。第3球154キロ直球、空振り三振。マイク、全くタイミングが合いません。最後は空振り三振に倒れました。中盤まで終了しまして5対1です。アーロン降板、右のゲレーロ今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました、ボール。さあ次の投球、投げました。ツーシームはボール。第3球を投げました。打ったいい当たりだ。抜けた。マイケル、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは3番アレックス。今日4度目のバッターボックス。第2球投げた。空振り。高めのボール球を振らせました。第3球を投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9、外角低めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。打った、痛烈な当たり、ライナー。ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。まずは二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。もう一度二塁牽制球です。二塁タッチはセーフ。投げた、初球を打ちました。セカンドの左、二塁フォースアウト、アウト。ゲッツー、スリーアウトチェンジ。ゲレーロやりました。エンジェルズこのまま勢いをつけたいところ。7回の裏、エンジェルズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターはアンソニー。今日はショートフライとサードゴロ。さあ次の投球、投げた。外角低め、見送ってストライク。第3球を投げました。危ない球。第4球は打った、フラフラっと上がった。ホセ余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番ウォルトン。第9投げました。変化球はボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げました。打ちました。1、2塁間の当たり、バット取れない。ウォルトン、いいバッティングを見せました。ランス降板、マウンドに上がったのはラリー。今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました。アウトロー、際どい球、ボール。第2球、2球目空振り。第3球を投げました。打ちました。フラフラッと上がった。ホセ落下点に入った。セカンド取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、直球見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。早くも追い込まれています。追い込んで投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。第5球
投げた、打った、第6球を投げました、低めのボール引っ掛けた、これは内野フライ、サード落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナーウォルトン残塁に終わりました。7回の裏が終わりまして5対1です。ゲレーロ降板、ここでマウンドに上がったのはロドリゲス、今日4番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9球投げました、初球はストライク、いきなり155キロ。第2球投げました、打ちました。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、縦のスライダーボール。さあ投球は5球目、投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。フレッチャー軽快な守備を見せました。バッターは7番グリエル、これが4度目のバッターボックス、決まってストライク、いきなり155キロ。初球空振りから投げた、チェンジアップはボール、アウトコース高め。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った、これは強烈、一塁へ送ります。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスはマーティン、今日は満塁ホームランを放っています。エンジェルズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、アウトコース高め、外れてボール。投球はこれから3球目、チェンジアップ空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、三遊間のゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ロドリゲス三者凡退、無得点に抑えています。8回の表が終わって5対1です。8回の裏、4点を追いかけます。エンジェルズ攻撃に入ります。トップバッターはマックス。第2球打ちました、左中間のフライ、センター前に出るヒットになります。マックスナイスバッティングです。バッターは9番コセ、今日は三振とサードゴロ、カットボール見送ってストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、決まった、ストライク。追い込んでから第4球を、カットボールはボール、インコースへ。さあ5球目打ちました、ライトへ持っていった、ライト前に出るヒット、ボールは中継、ホセいいバッティングを見せました。初安打、ラリー降板、右のバルデス今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。チャンスをものにできるか。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、アウトロー、カーバー外れてボール。第4球を投げた、打った、これはゲッツーか、ポセボールを掴んだ、セカンドから一塁送球アウト、エンジェルズなおもチャンスが続きます。初球打った、取った、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第9投げた、ボール、ヒューストンここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、見送ってストライク。第3球は見送ってストライク。第4球を投げた、ボール、ヒューストンここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次は5球目投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振。8回までが終了しまして5対1、ヒューストン4点リードは変わりません。さあいよいよ最終回、先頭バッターはマイルズ、低めいっぱいストライク。第2球投げました、ボール、低め。第3球を投げました、内角低め見送ってストライク。さあ4球目低めいっぱい、見逃し三振。バッターはトップに帰ってホセ、ここまで2打席連続三振、投げました、初球から打ってった、ライト前進。
ラッセルス神はありません。バッターは2番マイケル。第9球マイケル見送ってストライク。いきなり153キロ。第2球投げました。アウトコース低めストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。ストレート。空振り三振。マイケル全くタイミングが合いません。ロドリゲス最後は空振り三振で打ち取りました。9回の表が終わって5対1です。9回の裏4点を追いかけます。エンジェルス攻撃に入ります。この回の先頭バッターはアンソニー。ファール。投げた。打ちました。ファールボール。第3球を投げた。高めボール球打った。ショート正面。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスにはウォルトン。今日はここまで3打数2安打1三振。決まってストライク。いきなり156キロ。第2球危ない球。第3球を投げた。3球目ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げた。打ちました。アレックス取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは代打鈴木。エンジェルズ最後のバッターになるのか。投げました。スライダー見送ってストライク。第2球投げました。打ちました。追い込んでから第3球を内角高めボール。第4球を投げました。打った。ホセ下がった。これはヒットになります。鈴木ナイスバッティングです。バッターは7番ラッセル。投げました。ストライク。いきなり154キロ。1球目空振りから第2球打った。ファール。第3球は変化球アウトコースへ外れてボール。第4球を投げました。インロー。ストレートは外れてボール。さあ5球目打ちました。左中間のフライ。センター前に出る。ヒット。ボールは中継。ラッセルいいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。このチャンスは何とかものにしたい。第9投げた。見送ってストライク。第2球投げた。変化球ストライク。アウトコースへ。なんとか意地を見せてほしいところです。追い込んで第3球を打ちました。三遊間の当たり破ってった。レフトバックホーム。マックスナイスバッティングです。今日これで4打数の3安打。ツーアウト満塁となりまして、ホセ今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げた。変化球決まってストライク。次は4球目投げた。三振。エンジェルズ悔しい敗戦です。